おい、こりゃどうした。クリスタルだ。画面越しだかな。グラディオ、近くに操作できる端末はないか。あるぞ。ここで道を開かないとクリスタルの元へはいけない。わかった、画面読むから指示頼む。クリスタルに執着する死骸か。死骸に聞くんじゃなかったのかよ。そういう話もあるだけだ。だが今はそれを考える。ああ、早くあいつらを探さねえと。行こう。次はノクトたちが襲われるかもしれない。お友達、先に力尽きちゃったかな。ノクト、
してないね、これ。ほら、こっちに来て確かめてごらんって。こちらは治安管理局です。現在、帝都全域で異常が確認されています。非常事態のため、すべての市民の行動は制限されます。治安管理局の指示がない場合は、指定の避難所で待機してください。治安管理局の指示に従わない市民は、治安管理局により拘束または特別措置が取られます。治安管理局の緊急放送です。この放送は、問題解決までリピート放送中です。ひでえ放送だ。国家の危機でもないと、これほどの放送はしない。あの野郎、どういう…待て。聞こえないか。聞こえる？ああ、今確かにノクトの声が。グラディオ、こっちだ。おい、イグニス。Thank you.
間違いなく罠の中。また罠か。大した痛みじゃないだろう。ほら動け。早くしろよ。のんびりしてないでさ。おい、やべえぞ。グラディオ、動力を切れ。近くにあるはずだ。んだって？おそらく俺たちはそのために案内されたんだ。うりゃ。無事だったか。お前らどうやって来た？まずは礼だろ。どうも。お前とはぐれた後、助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜ、あいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。早くもう一人を助け出せるといいね。ここは使われてんの？ってことは誰かいる。やっぱりそっち行くんだ。なんだ、つまんないな。
おい、平気か？怪我は？手当ての必要は？大丈夫、うん、ノクト、ありがとう。ああ。ねえ、ちょっとは心配してくれた？そりゃするだろう。だから来てくれたんだよね。俺もそう信じてた。プロンプト、もう一回会って、俺はもう偽物じゃない、安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。ノクト、もう少しゆっくり歩いてくんない？ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。近いぞ。音はこの先からだ。進めないのか？開くよ。魔導兵さん、同じのあったら俺のと。かもな。よく見てねえけど。
ミフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし、これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。ま、確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。成功。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか。おい、試してみろ。分かった。しおお、戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。
ノクト、指輪したんだね。まあな、武器取られるわ、仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえとクリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様か。長かったな。その意味は重いとは思うが、ノクトならやれるはずだ。まあ武器は取り戻したからな、お前らもちゃんと戦えよ。イグニスの後は、うん、俺がフォローする。頼んだぜ。ほら、それうらえ。ほら、ほら、さっさと行くぞ。クリスタルだ。入れねえ場所があったな。俺の腕なら開くよ。この要塞内の鍵は全部ね。泥棒みてえな言い方だな。開けないよ。ビッグスとエッジは脱出できただろうか。何かあったの？手前でちっと襲われてな。生きてる。絶対また会える。これならまだいけるか。それやったり。
に進もう。レガリアはどこに置いてきたの？外って言えばいいのか。動かなくなってしまってな。最後まで俺たちを守ってくれたよ。エレベーターはどこだ？よし、エレベーターに行こう。いよいよ大詰めか。